こんにちは、しょうこです。今回は前回に引き続き旧博の染色専門の研究員ゆずこさんをお迎えしています。はい、染色のゆずこです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。今回は蚕の繭から糸を取る方法をゆずこさんとご紹介します。はい、繭から糸を取るには下ごしらえをしっかりとすることが大切です。今日はその方法を勉強していきましょう。お蚕様と絹糸の関係についてはおうちで旧博第16回繭から糸を紡ごうをご覧ください。ゆずこさん、はい、繭は一本の糸からできているんですよね。そうなんです。繭はですね、蚕がさなぎになるときに体の周りに糸を吐き出して作るんですが、2、3日休みなく吐き続けて、長いものだと 1.5 キロメートルぐらいの糸を吐いて作るんですよ。そんなに長い糸を作るんですね。そうなんです。それでは糸を取るための準備をしていきましょう。今回は糸を取るための道具、ザグリキから作ります。ゆずこ先生、はい、ザグリキとは何ですか？はい、ザグリキとは座ったまま繭から糸を取りやすくする、効率を目指して作られた機械なんですけれども、本日は本物を持ってきております。じゃーん。大きいですね。はい、ちょっと回してみていただけますか？はい、これはどちら回しですか？こっちですね。手前の、はい、手前に回していただいて、お、ここで歯車が噛み合って、この枠が、木枠が高速回転するようになってます。ここにこういう風にして糸を巻き取っていくんですが、ちょっと実際にやってみましょうかね。はい、はい、繭が出てきましたよ。あ、もう糸が出てますね。はい、ここに、ちょっと通しまして、よいしょ、おここに通しまして、はい、木枠に結びつけますね。よいしょよいしょ、木枠にちょっと汚いですか、結びつけまして、はい、はい、では回してみてください。はい、回します。はい、おお、おお、すごい。このようにして糸を巻き取っていって作るんですね。あ、すごいですね。はい、この乾かない状態でこの木枠から糸を取り外すと、これが糸になっていって、それを束ねたりとか寄ったりして糸にしていくんですよ。はい、へえ。このザグリキが段ボールで作れるんですよね。そうなんです。ちょっと考えてみました。こちらの割り箸を回すと、このパックの部分にですね、糸が巻きつく仕組みになっています。へー、作るのはとっても簡単なんですよね。はい、そうなんです。使うものはこちらです。段ボール1枚、 A4 サイズ以上、台紙、旧博のホームページでダウンロードしてください。糊、カッター、定規、セロハンテープ、ハサミ、ドライバー、丸箸1本、ストロー1本、丸箸が入る太さです。牛乳パック500ミリサイズ。こちらには黒い色画用紙を巻いておいてください。1リットルサイズも小さくして使用することができます。まず、段ボールで土台を作りましょう。台紙の裏全体に糊をまんべんなく塗って段ボールに貼り付けます。次に段ボールに切り込みを入れていきます。実線の部分はそこまでカッターの刃を入れて切ります。今度は点線を厚さの半分くらいまで切ります。実線のようにそこまで刃を入れてしまわないように気をつけてください。段ボールを裏返して実線の切ったところを折り曲げ、点線部分を山折りにします。のりしろ部分を貼り付けてセロハンテープで固定します。ストローを用意して飛び出たところの太さぐらいの長さにハサミで切り、2つ用意します。飛び出たところにストローをはめるための切り込みを入れます。切り込みにストローをはめ込んでセロハンテープで固定します。これで土台の完成です。続いて糸取り用の枠を作ります。牛乳パックにお箸が通るようにドライバーで穴を開けます。開けた穴にお箸を通します。これで枠の完成です。
土台のストローに枠のお箸を通します。これでザグリキの完成です。お家で休泊。それでは糸取りに取り掛かりましょう。使用するものはこちらです。繭10個、ネットなどで購入できます。糸取りにはさなぎが入ったものを使用します。お鍋、じょうろ、お箸またはスプーン、繭を取り出すときに使います。洗面器またはボール。洗面器、ボールと鍋には繭を入れるので、抵抗がない方は普段使いのものを、そうでない方は別途ご用意ください。ザグリキ、歯ブラシ、以上です。まずは繭を煮ます。この作業がとても大切なんですよね。そうなんです。まずはお鍋にお湯を沸かします。水、浅めですね。はい、煮ている最中に差し水を行いますので、最初は、水を控えめにしておく必要があるんですね。では沸騰するまで待ちましょう。はい、お湯が沸騰しました。はい、それでは、繭を入れて10分ほど煮ます。ちょっと火を弱めましょうかね。はい、温度を確認した方がいいんですよね。はい、今ここで10分間90度ぐらいで煮るのが理想的です。今何度ぐらいですか？今は、もう少しで90度。90度ぐらいですね。90度ぐらいです、はいはい、鍋肌からふつふつと泡が浮き上がってくるぐらいがだいたい90度です。このまま10分待ちましょう。はい、繭を煮始めて10分経過しました。はい、それではここで差し水をします。お鍋に入れた量と同じくらいのお水を入れるとだいたい60度前後になります。ここでお水の入れ方にポイントがあります。普通に入れてはいけないんですか？はい、一気にお水を入れると繭の温度が急激に下がってへこんだりして形が変わってしまう可能性があるんですね。そうなると糸取りの時に糸が取りにくくなりますので、優しく水がかけられるよう今回はじょうろを使います。これはペットボトルですね。はい、ここにじょうろになるアタッチメントをつけたもので、このアタッチメント100均で購入できます。あ、素晴らしい。はい、それでは差し水を行います。はい、繭をひとところに集めていきます。へい、お鍋全体にかけるんですね。そうですね、繭全体にこう水がかかるようにこのようにかけていきます。はい、よいしょよいしょ。あれ、差し水する前よりちょっと繭が沈んだような感じがしますね。そうですね、差し水をして繭の温度をぐっと下げますと、繭の中の空気が抜ける代わりに中にお湯が入っていきまして、中が水分が増えまして、それで沈むんですね。そのため差し水はすべての繭にこう均等に水がかかるように、水をかけていきます。なるほど。さて、今温度がどれぐらいになりましたでしょうか。ちょっと測ってみましょうかね。はい、今が55、どんどん上がって、あ、ちょうど60度ぐらいですね。あ、なるほど、はい、60度ぐらいがいいんですね。そうですね、はい、そしたらこれがまた90度ぐらいになるまで加熱をしていきます。はい、また高温にするんですね。はい、もう一度90度まで上げて差し水をまた行います。これで繭の中までしっかり水分を含ませることができるんですね。繭の中まで水を浸透させることが大切なんですね。はい、そうなんです。そうすることで糸を取っている途中でも糸が切れにくくなります。ちょっと温度が上がるまで待ちましょうか。はい、待ちましょう。はい、そろそろ温度が上がってきましたね。はい、温度計で見ると今ちょうど90度ぐらいですね。このままもう一度10分間煮ます。はい、そして今回は10分間煮て差し水をするという工程を全部で3回行います。はい、3回差し水をしたものがこちらです。わ、繭が水でいっぱいですね。はい、新たにこのようにお湯を張ったボウルかもしくは洗面器に繭を入れます。これで糸取りの準備ができました。
では糸を取っていきましょう。はい、歯ブラシ1つ。はい、これで眉をなでると、えい、あ、お、お。あ、糸が取れていますね。はい、このようにして、まあ、全ての眉から糸を引き出していくんですが、糸が取れ出したら、この洗面器の縁にですね、糸を乗せておいて、キープしておきます。絡まったらどうしたらいいですか？はい、絡まったらですね、どんどん引き出していくと一本の糸になりますので、こういった最初の絡まった糸も捨ててしまっても大丈夫です。あ、もう引っ張っていけばいいんですね。はい、このように一本の糸をキープしていきます。はい、先ほど翔子さんが作ったザグリ機がこちらです。はい、このザグリ機にまずは先ほどまとめた10本の糸を最初に結んで留めます。その時にこの牛乳パックの角で結ぶとやりやすいですよ。うん、一本一本が細いのでちぎれそうで怖いです。本当ですね。このザグリ機の高さはポイントですか？はい、ザグリ機はちょっと高い方が後で回しやすいです。はい、では準備ができました。次は回していきましょう。あ、ちゃんと糸が取れていますね。はい、こうして取った糸からお洋服などができているんですね。そうですね、まあ、着物なんかもそうですけれども、希望する絹糸の太さをあらかじめ考えておいて、それで今は10個でやっておりますが、そのまあ太さに応じた眉玉の数で糸を作っていきます。ただここで取る糸は本当に細い糸ですので、さらにここからこれらの糸を合わせたり、よりをかけたりして最終的な糸にしていくんですよ。糸を取った後も手間をかけてちゃんとした糸にしていくんですね。はい、そうです。この巻き取るときにここで指で押さえて巻き取っていきましょう。なるほど。はい、どんどん巻いていきますよ。はい、はい、では10個の眉からこれだけの糸が取れました。すごい、1時間かかりました ね結構日の方ですね。お疲れ様でした。糸が取れた眉はもうスケスケになっています。わあ、見えちゃってますね。見えてますね、うん、さてでは活用する際はこの糸パックから取り外します。はい、実際はこの巻き取った糸をさらに巻き替えて糸にしていくんですが、今回はこの紙パックから外して束ねてタッセルを作ってみました。かわいいですね。かわいいですね、はい、イヤリングなんかにしても素敵でしょうね。はい、素敵だと思います。ではおうちで9泊第17回目いかがだったでしょうか。今回はおうちでできる絹の糸取りの方法をご紹介しました。糸を取っただけですけれども、絹のツヤが感じられてとても素敵ですね。はい、ぜひお試しください。それではまたお会いしましょう。またね。またね。